は僕から力を奪った。この男は粗暴さと残忍さの影に本能的な知恵ともいえる生来の抜け目なさを備えていた。かたくなに反抗すれば痛い目に遭うだけだ。僕は人間を捨て物体になった。次第に見物客の数は増えていった。珍しいこともあるもんだ。客が来れた。もっとお客を集められるかもしれません。今の倍は集められるかも。僕をもう少し何とかしてくれたら。なんだと？お前はこの世で一番醜い生き物なんだ。幸運にもそれがお前に飯の種を与え、俺の金づるになっている。それ以外の理由で一体どこのどいつがお前を見るために金を払う？もしここに百合の花を飾ってくれたら、百合に歌わせられるかもしれない。なんてこった！気でも狂ったか、このガキめ！百合の花に歌を歌わせるだと？一体どうやって歌わせるんだ？腹話術師なら何人も見てきたが、こんな声を出すやつは初めてだ。こんな芸を隠していたとは。君の悪魔め、これで今までどれだけ稼げていたか。いいか、今夜から歌うんだ。教会の墓地へ行けばゆるはいくらでも手に入る。どうした、たまりこくって。僕は仮面を取ったままでは歌いません。檻の中で歌うのも嫌です。取引がしたければ、まず僕専用のテントをください。僕の気持ち大量は。ダメだ。どうしてお前が逃げないと信用できる。帰るところなんかないんです。一人になれる場所をください。そうしたら逃げたりしない。あなたの言いようにします。そうは言ってもな、客のことも考えねえか。客はお前の顔を見に来るんだ。ユリが歌うと言ったって納得するか。わかりました。いろいろやった後で仮面を外します。でもほんの数分だけお客をびっくりさせる間だけです。それまでは顔を隠したまま僕の好きなようにさせてください。俺にはお前を打ちのめすことはできても、歌わせることはできない。そう言いたいんだな。そうです。あなたには僕を無理やり歌わせることはできません。僕にはその時、僕の年では誰かに従属しなければ生きていけないことを悟っていた。だからこの瞬間、僕は勝者だった。